柴崎、ワンタッチ、リズムを作ってシュート、クロスバー、ヘディング、押し込んだか、決まった、工藤が決めました、先制点はサンフレッチェ広島、前線のコンビネーションからシュート、一度は跳ね返りましたが、最後は押し込んだ工藤。前半一度だけバイタのエリアで、ベルベシウバ選手、ロペス選手絡んで、シュートっていう場面があったんですけれども。今もそうでしたよね、やっぱりバイダルのあたりで彼らが前を向いて、決定的な仕事をするというところですよね、最後工藤選手が決め切った、開幕から6試合目にして、ようやく流れの中で取った1点です。